19号型小海艇は海上自衛隊が運用していた小海艇の緩急海上自衛隊では1958年にアメリカ海軍から45フィート型小海艇15隻の供与を受け1号型小海艇として運用していた。しかし第二次世界大戦中の建造とあって老朽化が進み木星船体の吸水による 重量増と指揮官の経年劣化による出力低下のために当初は16ノットを発揮できていた速力も1970年代には10ノット前後がせいぜいとなっていた。このことからその代替として計画されたのが本型である。防衛庁では1966年より PB 委員会を設置して検討に着手した。 最大の焦点となったのが船室であり、1号型では木製であったのに対し、新 PEB では自衛艦として初めて繊維強化プラスチックの採用が検討された。1968年に IHI クラフトが18メートル交通艇を受注したことから、PB e 委員会の検討結果をこれに反映すると、共にその建造実績を本型の建造にフィードバックした。 蒸気の検討に基づき船体は繊維強化プラスチック製とされており、甲板や操舵室は耐水合板に FRP を積層したものである。FRP 艇は自衛艦として初のことであり、また、以後も1982年に建造された試験艇、時和を除けば2012年の江ノ島型総海艇の竣工を待つ必要があった。建造は 木製のお姿から FRP の目型を作ることによって行われているが、この目型は以後も活用され、共通の船体で多くの支援船、業務用船艇が建造された。船形はディープ V 型を採用しており、また、チャイン部には波返しが付けられた。居住区にはソファー兼用の二段ベッドが二組設置されており、四名が仮眠を取ることができる。なお、 19号から22号までは、キャビンの窓が丸窓だが、23号から27号は、より面積の大きい角窓に変更された。指揮官としては、イスズマリン V170TMF8、RC 型ディーゼルエンジン2機が搭載されて、減速機を介して、スクリュープロペラ角一軸を駆動した。本機は、 V 型8気筒の4サイクル下級ディーゼルエンジンで高速バス用のエンジンの白用腕にあたり380馬力を発揮する。計画速力は20ノットだが FRP 戦隊の軽量差もあって19号の海上高見ではこれを上回る23.403ノットを発揮した。並走は新造時は 20mm 単装機銃1機を装備していたが 1986年頃に前艇が 12.7mm 単装機銃に換装された。また、1号型紹介艇にはなかったレーダーをソーダ書店街に装備している。昭和45年度計画で4隻、46年度計画で2隻、47年度計画で3隻の K9 隻が計画され、1971年から1973年にかけて全艇が IHI クラフトで建造された。竣工後は各地方隊に配備され、港湾警備や連絡など、その他業務を行ってきたが、港湾警備は海上保安庁の巡視艇が、その他の業務は各種支援船が担えるようになったため、大体艇が建造されないまま、1992年から1999年にかけて前提が除籍されて、運用を終了した。 ありがとうございます。